かけをいたしましたことに深くお詫びを申し上げたいというふうに思います。本当に申し訳ありませんでした。ここがまさに今刑事事件の捜査中のところでありまして、私がつまびらかに申し上げることはできないということを大変心苦しいんですけれども、申し上げさせていただかないといけないと思います。報道にあるような私が大変な乱暴を働いてもう大怪我をさせましたみたいな報道があったかと聞いているんですけれども、そのようなことは決してありませんということのみは助言をさせていただければ大変ありがたいなというふうに思います。厳しいお叱りご批判たくさんということはもちろん重々承知をしております。やはり私はこの5年間この地元のために私のために必死で働いてまいりまして、逐次は申しませんが、実際こういうことああいうことをやったというようなことも地元の方はたくさん見てきてくださっております。それを引き続き続けていければなと。普段から人を見下すようなことがないと、いきなりああいった暴言は出てこないように感じるんですが、暴言はどういう心境で出てきたのでしょうか。心境というか、だからもうパニックで我をちょっと失ってというか、自分でもどうかしてたとしかちょっと思えないという、うちの夫もちょっと割とそういうところはありまして、それはICレコーダーにあったような身体的特徴。でも私はそういう夫が大好き。その夫が そうであってくれと言っている。会見が今1時間以上続いていますが、割と笑顔の割合が多いなという印象を受けるんですけれども、その笑顔の、裏といいますか、笑顔に隠された豊田さんの本質というようなものは、どういったところでしょうか。今こうしてるのもよくわからないんですけども、豊田さんがおっしゃっているのは趣旨が違うということであって、例えば死ねばいいのにですとか、お前の娘が強姦されたらとか、そういう例え、もしくはこのハゲですとか、そういった身体的特徴を挙げつらせることが、ご主人のお話も今論点ずれてらっしゃると思いますけども、あなたが今おっしゃったのは私が嘘の発言をしているとおっしゃいましたよね。そのことをクリアにさせていただいてもいいですか。私もここは私が嘘つき言われたまま記者がこの会議を終わらせることできませんので、あなたがおっしゃったことは、私はそういう発言をしたことを否定は一度もしていません。